皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第21日目です。では問題を見ていきます。カッコ1、下線部に当てはまる数や言葉を書きましょう。こういう問題ですね。丸1、数直線で0に対応する点を、これ覚えてますか？原点。このように言いましたね。0に対応する点を原点と言います。丸2、今から3時間前をマイナス3時間と表すと、今から下線部が来てはプラス4時間と表すと、ね、これマイナス3時間が3時間前ですから、プラスは何時間前の逆の言葉を使って、今から4時間前の反対は後ですから、4時間後はプラス4時間と表す。このようになりますね。括弧2番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス10足すマイナス7、マイナスの数同士、同符号同士の足し算は共通する符号を前につけて絶対値、数字の部分を足し算します。10足す7は17ですから、答えはマイナス17になりますね。丸2、プラス7足すマイナス4、正の数と負の数、異符号同士の足し算は絶対値を見て絶対値の大きい方の符号が答えにつきます。プラス7の方が絶対値が大きいので、プラスの符号が前について数字の部分、絶対値の部分を引き算します。7-4は3ですから、答えはプラス3、こうなりますね。括弧3、次の計算をしましょう。丸1、マイナス9引くマイナス4、これ、負の数同士の引き算、ここの部分を足し算に直してマイナス9足す、ここが足すになると、ここの符号は逆になってプラス4になりますね。負の数と正の数の足し算は絶対値の大きい方の符号が答えの前につきます。マイナス9の方が絶対値が大きいので、負の符号をつけて数字同士は引き算、9-4は5ですから、答えはマイナス5になります。丸2番、マイナス4引くプラス7、これも同じようにここを足し算にしますね。とマイナス4足す、後ろのここの符号が変わってマイナス7になります。負の数同士の足し算は共通の符号を前につけて、つまりマイナスですね。絶対値は足し算しますから、4足す7で11でマイナス11というのが答えです。括弧4番、次の計算をしましょう。丸1、プラス6足すマイナス4足すプラス2足すマイナス8、この場合は交換法則を使って、加法の交換法則を使ってちょっと並び替えをしましょう。正の数を前に持ってきて、プラス6足すプラス2足す、次は負の数を並べます、マイナス4足すマイナス8ですね。正の数計算するとプラス8、負の数を計算するとマイナス12ですね。正の数と負の数の足し算、これは絶対値の大きい方の符号が答えの前について、ですからマイナスですね。数字同士、絶対値同士を引き算します。12-8は4なので、答えはマイナス4、このようになります。括弧5番、次の式を括弧のない式にしましょう。初めて出る問題ですね。上にこの内容の学習できるリンクが
出ていると思うので、そちらで勉強してやってみてください。丸1、マイナス5足すマイナス3、ここの部分が足し算になっている場合は、括弧の中の数字、それがそのまま、括弧の外れた形になってマイナス5、そして括弧の中マイナス3ですから引く3と、マイナス5引く3と、これが括弧のない式です。丸2番、プラス2引くプラス4、この場合は引き算ですので、これ足し算に一度直します。プラス2足す、ここが足すに変わると、ここの方が変わってマイナス4になりますね。そして括弧の中をそのまま書くんですけれど、正の数が一番最初に来るときには正の符号プラスをつけないで書き始めます。つまりプラス2のプラスが消えて2、そして後ろの括弧の中の引く4と、ね、2引く4、これが括弧のない式ということになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。